どうも皆さんこんにちは、チャックバスです。本日はですね、こちらですね、 SPG アメックスに来ている限定オファー解説ということでやっていきたいというふうに思います。こちらですね、私の動画のねコミュニティ欄でもですね発信させていただいたんですけども、見られてない方もねいらっしゃるかなというふうに思いまして、今回ね改めて解説ねやっていきたいというふうに思います。今回はアメックスのね限定オファーということで、おそらくですね SPG アメックスにしか来てないというふうに思うんですけども、もしねこのオファーがですね他のアメックスのねクレジットカードで来ている方ねいらっしゃいましたらね、ぜひ教えていただきたいなというふうに思うわけなんですけども、期間中にですね対象のマリオットボンボンホテルで SPG アメックスクレジットカードでね決済するとボーナスポイントがねもらえるキャンペーンというふうになっております。ですのでマリオットボンボンホテルね、ステータスマッチされた後にですね宿泊予定されている方とかですね、これからマリオットボンボンホテルね宿泊予定ある方はですね、かなりねお得に利用できるっていった形になりますので、ぜひね参考にしてみていただけたらなというふうに思います。それではですねキャンペーンの概要ですね。期間が2020年の10月20日から2020年の12月31日チェックアウト分までっていうふうになっております。エントリーがですねこちら必須というふうになっておりまして、またですね事前登録10万名限定というふうになっておりますんで、もしねこの動画見ていただいてですねエントリーされてない方で利用する予定がねある方は、ちょっとねこちらの動画を止めていただいて、アメックスのねアプリのオファーであったりですねマルットモンボイからのねメールを確認ねしてみていただけたらなというふうに思います。でですね今回のキャンペーンの特典なんですけども、対象のマリオットボンボンホテルで合計4万円以上決済すると5000ポイント、最大8万円決済で1万ポイントがねもらえるキャンペーンというふうになっております。でですね対象ホテルに関してはですね後でね解説させていただきたいなというふうに思っております。まあね利用金額は4万円ということでちょっとね高めな設定になっているわけなんですけども、これからねマリオットボンボンホテルある程度ね利用される方であればですねボーナスポイントねもらえるっていった形になりますんで、ぜひね利用してみていただきたいなというふうに思います。またですねマリオットボンボンホテルではですね、こちら先日の動画でもね話させていただいたんですけども、2020年10月現在ですね1滞在で2500ポイントがねもらえるキャンペーンがですね、本来ね10月18日までだったんですけども、こちらがですね11月の10日までね延長っていった形になりますんで、こちらもですね併用できるっていった感じになります。またですねマリオットボンボンホテルで SPG アメックスでね決済すると100円につき6ポイント、またね SPG アメックスのねステータス特典ということで1ドルに対して 12.5 ポイントがね、もらえるっていった形になるわけなんですけども、今回のキャンペーンについては、こちらとは別でねもらえるっていった形になりますんで、さらにねポイントがもらえるっていった形になります。仮にですね1ドル100円で計算する場合なんですけども、4枚をね、利用したとしますよね。そうすると通常ポイントが7400ポイントで、ボーナスポイントがね5000ポイントもらえるっていう風になりますんで、合計でね12400マリオットボンボンポイントがですねもらえるっていった感じになります。またね11月10日まではですね1滞在につき2500ポイントがねもらえるキャンペーンもやっておりますんで、こちらもですねもらえるっていった形になります。それでは次に利用先に関してなんですけども、こちらのキャンペーンについてはチェックアウト時にフロントデスクでこの SPG アメックスをね提示して、決済したものはですね対象というふうになりますんで、宿泊代金はもちろんなんですけども、レストランの利用であったりスパだったりですね、チェックアウトにね生産できるものは対象といった形になります。またですねこのキャンペーンについてはですね、一つのホテルで合計ね4万円とかね行く必要はなくてですね、対象のマリオットボンボンホテルの全体でね計算されるっていう風になりますんで、一つのホテルで4万以上ね使う必要はないっていった形になりますんで、この点もね覚えておいていただけたらなっていう風に思います。またですねこちらなかなかねない機会だと思うんですけども、今回のこのキャンペーンについては SPG アメックスのクレジットカードでカード決済ねしたものが対象という風になりますんで、クイックペイをね利用した場合はこちら対象外になってしまいますんで、この点もね大丈夫だと思うんですけどもね覚えておくようにしてください。次にこのキャンペーンのオファーなんですけども、限定オファーという風になっておりまして、確認方法に関してなんですけども、アメリカンエクスプレスのねスマートフォンのアプリケーションありますよね、
こちらからね確認することができます。ちょっとねこれに画面出しておきますけども、トップ画面の方から下の方のねオファーっていうところをクリックしていただくと、出てくるっていった形になります。こちらね出てこなかったら対象外っていった形になるわけなんですけども、もう一つですね、メールが来ている方も対象っていった形になります。まあ私はというと SPG アメックスのねオファーの方にも来ておりましたし、メールが届いてたわけなんですけども、ちょっとね中にはこのアメックスのアプリのオファーには表示されてないけどもメールが来てるっていう方もですね中にはいらっしゃいますので、もしねアメックスのアプリケーションでオファー確認できない方もですね、メール来てないかですね確認していただけたらなっていうふうに思います。で中にはですね、こちらのメールが迷惑メールにね入っていた方っていうのもね中にはいらっしゃいましたので、こちらね迷惑メールの方もですね合わせて確認してみていただけたらなっていうふうに思います。それでは次にですね、対象ホテルに関してなんですけども、ちょっと対象ホテルはですねここら辺に一覧ね出しておきますけども、数多くのですねマリオットボンボンホテルが、対象っていうふうになっているんですけども、中にはですね対象外のホテルもちょこちょこあるっていった形になりますんで、もしこのキャンペーンでボーナスポイントね狙いたいっていう方はですね、利用される前にですね対象のホテルかどうかは、確実にねチェックされてから利用するようにしていただけたらなっていうふうに思います。いかがだったでしょうか。今回ですね SPG アメックスの限定オファーをですね解説させていただいたわけなんですけども、1滞在につき2500ポイントがねもらえるキャンペーンが行われている中でですね、こんなキャンペーンがねまさか来るとはね思ってなかったんですけども、かなりねお得に利用できるかなというふうに思いますので、ぜひね利用してみていただけたらなというふうに思います。またねマリオットボンボンホテルのステータスマッチね行われた方で、15枠ねこれから予定されている方はですね、おそらく8万円ぐらいはね行くかと思いますんで、さらにね1万ポイントもらえるっていった形になりますんで、かなりお得ですよね。その後のですねプラチナステータスでねホテルね宿泊しようと思った時にですね無料宿泊とかもね視野に入ってくるっていった形になりますんで、かなりねお得にね利用できるのかなっていうふうに思います。今回の動画はねちょっと短くなってしまったんですけども、こんな感じでね終わりたいというふうに思います。この動画役に立った方、いいねチャンネル登録ぜひお願いいたします。私ブログツイッターもやっておりますのでフォローチェックしてあげるととても嬉しいです。私のチャンネルですね、こういった ANA マイル、JAL マイル、お得情報、クレジットカード、マリオットボンボンホテル、ヒルトンホテルのことについてね発信させていただいておりますので、チャンネル登録してない方ですねぜひチャンネル登録してあげるととても嬉しいです。それではまた次の動画でお会いいたしましょう。バイバイ。